円覚寺跡円覚寺那覇港那覇空港円覚寺の位置地図円覚寺は沖縄県那覇市首里あたり倉町にかつて存在した臨済宗妙心寺派の仏教寺院。山号は天徳山。本尊は釈迦如来、文殊菩薩、普賢菩薩の釈迦三尊。琉球王国における臨済宗の総本山であり、第二直師の後継院とされた。弘治5年、承信王が父直、円王の追服のため建立し、弘治7年、京都の臨済宗宗悪態院全寺が開山した。鎌倉円覚寺に倣って、全宗七堂伽藍を備え、戦前には、総門、帝、仏殿など9件が、旧国宝に指定されていたが、沖縄戦で全て失われた。弁財天堂と円願池第二直師の菩提寺として弘治7年、第二直師応答の承信王が防府直、円王の冥福を祈って創建した。開基は、京都の南禅寺から初めて琉球に臨済宗を伝えた悪態院証拠。鎌倉の円覚寺を模して作られ、同時に宗廟、御寺指導を建立したと言われ、山門外に方丈地と方丈峡を築造、寺前には円願池と経堂が作られた。梵鐘は周王国で鋳造された。1495年製作で、丹野大工大和宗宗と刻印されており、当時は、周王を支配していた大内氏と交流があった。第二直師の支援を受けて繁栄し、寺前にある円願池では、中国からの作法師を招いて宴が開かれるなど、琉球王朝史の中で極めて重要な位置を占めていた。毎年旧暦12月20日には、王国の安寧と国王の健康長寿を、願い若水を奉納する儀式、御水の奉納祭が行われ、国王が使者をヘドに派遣して取水し、ヘトノロが祈願をして、同28日に円覚寺に保管。元日未明、王府に献上されていた。現在は円覚寺総門前にて、当時の儀式が再現されている。明治時代の琉球処分後、仏殿、帝、方丈などの寺の伽藍は、昭和8年国宝に指定されたが、沖縄戦で方丈峡を残して全て焼失した。跡地は戦後、昭和23年に琉球大学の教員宿舎が昭和40年頃に同大学のグラウンドが建設され、基壇や石畳などの遺構は破壊もしくは地下に埋め込まれた。昭和43年に総門が復元され、方丈池の修復が行われた。昭和59年に琉球大学の移転が完了し、遺構の全容解明と復元整備が進められている。旧琉球大学跡地を除く残りの敷地は現在沖縄県立芸術大学の一部となっている。再建された建造物が総門のみのため、方丈橋越しに総門を奥にした構図が多く誤解されがちであるが、帝、仏殿などの伽藍は、総門の反対側にあった。平成26年、かつて沖縄戦で焼失した3門を復元することが沖縄県から発表された。2015年度中には設計して、2018年には復元する予定で、実現するのは1968年の総門以来50年ぶりの予定だった。しかし停滞となったため、2019年度に実施設計が完了。2020年度に首里城復興方針を発表、2023年度完成の予定。円覚寺には、かつて第二直師歴代の肖像画が保管されていたが、すべて戦災で焼失している。戦前に鎌倉芳太郎によって撮影されたモノクロ写真によって画像は残っており、現在の首里城に展示されている。当時の肖像画の色彩は、今でも不明のままになっているが、残された写真及び中国側の資料などをもとに復元が試みられ、1996年に佐藤文彦がアクリル絵の具などを用いて10点を復元。2012年には第18代直師郁夫の跡絵が東京芸術大学により復元された。平成26年10月には沖縄戦で焼失した仏殿重基の一部で、行方がわからなかったとされる2つの牌が沖縄県立博物館、美術館内に保管されていたことが14日に明らかとなり、文化財の美術工芸品のクラスの貴重な資料となる。平成27年4月に戦前の図面が公開された。図面は沖縄美ら島財団収蔵の森正蔵のコレクションに含まれており、貴重な資料である。アウン2対1対の仁王像も残された破片から復元が取り組まれている。旧円覚寺庭園草原寺、祥雲寺、東林寺、寺師大寺、西来院、長寿寺、高岩尾寺、東禅寺、清安寺、高禅寺、法恩寺、樹正院、来光院、福寿院、紫雲軒。各路線の概要、経地、運行本数等は、系統名の右のバス会社を参照。県立芸大前バス停首里城、公園入口バス停エフティラ首里、那覇方言データベース、円覚寺。世界大百科事典。2021年1月19日閲覧。大戦で破壊沖縄の文化財、復元進む、最新技術を駆使。日経スタイル、https://日経.com、アーティクル、ジャックス23045940。S7A101C1B0P012021 年1月19日、閲覧。円覚寺跡。国指定史跡ガイド。2021年1月19日閲覧。首里城円覚寺で、美お水奉納来年の平和やコロナ収束願い。琉球新報。https://rukushimpo.jp/newshyushentry-1248778 と html2021 年1月19日閲覧。琉球国王に捧げる水首里城で伝統の奉納行列。沖縄タイムズ。https://www.okinawateams.co.jp/articles/1877420201 年1月19日閲覧。沖縄タイムス琉球新報。沖縄タイムス琉球新報琉球王朝第18代。なお、幾王御越復元模写完成。首里城。HP、2012年6月6日、朝日新聞デジタル琉球新報、人、岡田康さん沖縄の旧円覚寺に王像を復元する木製文化財の専門家、朝日新聞朝刊2019年2月19日、別冊対応スペシャル首里城、株式会社平凡社、ありがとうございます。